の差を見せつける。あ、後ろか。いや、生きるよ。セーフ。あ、下様、安牌男ね。おいえ。生きてるわけ？オゲー、まずいノージャンプ。あ、うまい。痛すぎる。ね。飛びすぎ。当たり前なんだよな。なぜならサンフルだから。なあ、当たってしまった。最強キャラすぎる。ウェビーも結局自分の身を捨てて、ウェビーで吹き出した時の最強さやばいよ。サンフレだもん。この発生でこの吹っ飛ばしの技を吹き出して使えるんだよ。最強すぎない。でか、相手のキャラ。普通にこのゲーム出てさ、キングクルールとかリドリー出てきた時さ、普通になんかみんな思ってんの。普通に。あ？でかすぎだろ。え？ DM？ シーン。己の拳を吹く。激しく振りかざしてしまったのね。死ぬ死ぬ死ぬ。なんで死ぬんこれで。普通に相手の判定強っ。痛い。オッケー、最強は。あー、ダメージ。耐えろ。まずい。あ、あ、やばい、生きろ。お、全部粉砕。あ、やばい。よいしょ。ブクシュッ。逃げろ。よし。よし、硬直中に。あぶ。はい、ダメ。あなたやりすぎですよ。最後には勝つと。
これからやっぱスマブラを始める初心者の人にはみんなドクターマリオをおすすめするべきか。ロックマンだ。お、今熱いと噂の。噂のキャラクター。みんな小細工全部筋肉で、ぶち殺やで。感謝を持てます。医者なんで。あ、だるい。長っ。OK。OK。ムカつくこれ相手目線ムカつきそう。天からの薬、あ、えらい。よえたくさん豆まきしてお上手ですね。だが真に強いのはこの力、小細工ではない。危ない、低い、結構。まだ着地していない。え？出てて、なあ、おお、ベキングうまい。まずい、こいつ俺の技が当たらなくなってきた。よし、このような下の振り方の時に立ち回りの時に意識をしていること、まず当たんねえかな。